まあ、それで慌ててね、アーシャっていうのを取らなきゃいけなくなって、そう、どうしようかって言ったら、割烹着が家に3着あるなんで3着出てくるのかもちょっとおかしいよね。それで取った。昔は家でさ、その場で取ったそう、その場で取った。あれ細かく言うと背景の餃子はそれぞれの餃子だっていう、すごいあんなフライヤーで、ああそう、あの写真の後ろに餃子が写ってる写真があるんですけど、あれは本当にガチでこの3人が作った餃子の写真です。そんな細かいことどうでもいいよね。餃子の話しかしてねえけどさっきから ね、 そうね。じゃあ音楽の話しろよ少しは。戻ります。脱線しすぎました。今回私からすれば若い人とか見ましたんでそうよ、今まで割とね年上の方と一緒に若い人と言ってくれるんですね。ありがとうございます、光栄です。そうです、63年卒ですからやってきたのでね、若い人とやるにあたってやっぱり若いっていうか、今回選んだ曲は割と平成の曲を選んできたんです。ただまあやっぱしね、同窓会な雰囲気なので、やっぱ昭和の曲も1曲はちょっとっていうことで、卒業した年にレコード大賞のアルバム大賞を取ったアルバムってわからないですよね。サザンオールスターズの5枚目のアルバムってご存知ですか？5枚目って言ったんじゃわかんないですよね。ヌードマンというアルバムの中からね、波の中でこう裸の男の人がビューンと飛んでるやつですね。あのアルバムの中からシングルカットされた曲をやってみたいと思います。あと30秒ですかね。ちょっとね大変なんです。いや、それは先輩命令です。すいません、ね、先輩、アレンジしたのも俺たちだった。大丈夫ですか？寝る時間。
曲の作曲者のお子さんと一緒の学校でしたね。小学校が玉木さんとこのお坊ちゃまお嬢さんたち一緒の学校ですね近いですね。そんな感じですね。本田さんが作った曲です。ジュディ&マリーそばかすです。かわいい。ありがとう。歌ってから言って。ごめん。Thank you.
無理やり感がね、あ、圧がすごい。そう。いやもうその前の先輩のこの辺の圧の方がすごかったと思いますよ。あれはあれですごい圧だったね。さあ最後の曲です。ありがとうございます。デビューなんでそんなに連覇がないんです。アンコールがなければ。一応頑張って まあ、楽しんでいただけましたでしょうか。よかったです、ありがとうございます。笑顔で終わりたいと思います。皆さんがスマイルになる曲を最後にお届けいたします。私の大好きなドリカムの愛してみ。ブルーのシャツ着たらすごく似合う、朝も夕焼けにも
アンコール嬉しいな嬉しいな、いや本当嬉しいです、ありがとうございます。実は次のステージが決まっておりまして、今日主催者の方も来てくださってるんですけど、あのサウンドトラベルさん、アビオの楽器店さんの主催で、アビオのコミュニティセンターという大きな大ホール、350人ぐらい入るんですけど、どうしましょうと思っております。今からすかすかの夢を見ております。あのチラシ何枚も持ってきておりますので、あのよかったら帰りにお持ちになってください。1月の20日土曜日1時からの公演で、私たちは2番手です。2番手です。まだ席がだいぶ空いてます。あのプロの方々の演奏を後ろにね控えているような、大きなイベントですので、ぜひぜひお楽しみにいらしてください。よろしくお願いいたします。そしてまた宮内家さんでもね、ぜひどっかで機会があれば、演奏させていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ミュージシャンの方々もね、いっぱいいらっしゃるんで、こんなんでよければぜひ対バンをお待ちしております。餃子は作りません。冷凍にして送ります。画像で。さて、じゃあ、はい、あの最後はですね、パパパパパフィーですね。あのアミちゃんと私同じ学校なので、そうなんです、全然学年違いますからね。こんなやつです。ぜひあのすっげえ早くやりますから、踊れる人は踊りますね。リムのいます。1、2、3、4。ハートがしびれる心地よい針の刺激、わけもないのに輝く、それだけが愛の印。いつかあなたにはすべて打ち明けよう。少し強くなるために壊れたボードで一人ありがとうございます。